群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年5月30日月曜日です。これがですね、前橋市なんて言ったっけ、旭町の、レンガ蔵っていうんかね、ちょっと一回止めます。裏側ちょっと眩しくって見えない。ここはね、なんていうんですかね、町が管理してると思う。それで貸してるんですよね、たまに。なんか絵の展示をしたり、なんかそういう、プロもやってると思うけど、市民団体みたいなのが、市民、なんだっけ、なんていうの、趣味のね、絵描く人、私の知り合いのおばさんも絵描いてて、ここで展示会、そのクラブの人と、絵画クラブの人と展示会やってて、見に行ったことあります。なんかガランドの1階建てですね。天井が高くて中漆喰で塗ってあって、こっちは何かやっているのかしら。ちょっと撮っちゃおう。あ、ここだな。はいはい、登録有形文化財だって。なんかやってはるみたいな。なんかちょっと、やっぱり絵をこれからやるのか、もう外してるのかな、なんだろう。まあ、建物を撮りましょうね。写真見てみたいな感じかな。なんか言われると嫌なのでちょっと逃げます。これこっち側ね。まあだから別にね、つまんないレンガの蔵第3弾っていう感じですね、私としてはね。どうですか、まあドラッグ関係の方これ見てどう？裏側ね。これは作ったんでしょうね、小屋。レンガのアーチ、中のあの木の柱は立てたんかね、あと。いや違う、古いから。梁もすごいね、綺麗綺麗なんですよ。あ、見えました、ごめんなさい、私だけ見てた。こんな感じね、梁が、柱もすごいし、こんな感じですよね。よいしょ。あ、ここ日陰で、なんか上にね、こんな、なんか屋根がついてるとこがあって、ここ見やすいな。でも上の方はこんな感じで、なかなか撮影するっていうのは難しいですよね。カメラマンってすごいな。トイレが設置されています。ちょっとごめん、撮ってみようかな。撮れないね、下手くそだな。それでね、私ね、ここが興味深いのは、まあ、今も綺麗に使われているっていうのもあれなの。エアコン入ってんのこれ、なんだこれ、エアコン、わかんない。興味深いのはですね、このこの一筋向こうかなに、多分
あれ広瀬川だと思うんですけど、川が流れてて、そのねなんか水門みたいのがあって、その見張り小屋みたいなのがレンガの建物があるんですよ。それなんでね、ちょっとそこを行ってみますね。ここはもうこれで、ここなんですよ。ちょっとどっから撮ればいいかしら、ここ行けるのかな。これほら、これ新しいんかね、レンガ。なんかあれ、川の向こう側かな。あ、あららら、どうやったら行けるんだろう。あっち、あ、行ける。あ、見て、広瀬川が、わ、すごい水量が多いですね。眩しい。ちょっと向こう側へ行ってみましょう。あ、シソが、美味しそう。シソ大好き、私。なんかね、去年ぐらいね、一時期、シソとかね、パクチーを大量に食べてた時があって、もう今食べたいと思わないんですけど、そういう時があるよね。すごい食べてた。何なんでしょうか。あ、こっちか、どこ。あ、これね、今橋を渡って、ちょっと眩しくてなかなかこの自分が何を撮ってるか見えなくてね、ちょっと見づらくて申し訳ありません。今日は iPhone で撮ってます。いつも割とビデオカメラで撮ってるんですけど、さあ来ましたよ。なんでしょうね、ここね、なんでしょうねっていうか水門ですよね。これなんか別の道が、水の道があって、でもあれ、あれ、これは別になんか全然新しそう。あ、新しそう。上にレン、よいしょ、なんかほらレンガのあのなんかを貼ってる、レンガっぽいものを貼ってるだけですね。薄い、ちょっとごめんなさい、見えますか。これ見えるかな。薄いレンガの貼ってるだけっていう感じですね。ちょっと、あ、見えない。こうか。よいしょ、よいしょ。見えますかね。なんかこう、こういうもう完全にコンクリートの新しげな建物です。あれ、向こう側だと、向こう側からならもっと近づけるのかな。反対が来ちゃったな。こんな眩しい、こんな感じです。わあ、川っていいですよね。わあ、見て、すごい。わあ、どうしてあんなレンガにしたんでしょうね。電車が通ってます。何線だろう、なんだろう、なんだっけな、あんまり知らないね。あれ、これは向こう側には行けないな。ちょっと一回と、戻ってきまして、こっから水が2つに分かれてるんですね。川が、こっちがその、
レンガの水門がある方で、こっちが、こっちはまたどこへ行くんでしょうか。ここにね、なんか小屋もあるんでね、なんか何か機械が入ってるんでしょうね。いいお家が並んでます。この辺区画整理してるみたいな感じですね。今やってるんかな。橋をここに渡ってみて、あー、いい道ですね。はい、橋の名前、何あ違うの、川の名前が何木川、橋木川、ちょっと読み方が分かりない。ハケ川橋、ハケ川ってなって、向こう小さい川です。さあこれで行くと、ここにそのあ、なんか日が立ってる。これを見れば何か分かりそうですね。なぜレンガなのか。これは最近作ったレンガなのかね。そうでしょうね。なんか、読めるかしら。はい、到着。16本関竣工記念碑、群馬県知事小寺浩之書。ああ、小寺さんっていうのは割と最近の人ですよね。亡くなっちゃいましたね。平成12年3月だって。じゃあこっちの碑文、16本石は最大水量毎秒18立方メートルを広瀬川と橋木川だけに分水し、前橋市、伊勢崎市、玉村町の1900ヘクタールを灌漑する水系最大の分水石である。この石は16本の丸太杭で、作られていたとこいたことからその名が由来した石で、16本石、構築された年代については不詳であるが、広瀬川は年間から天文年間にかけて古利根川の流路変遷によって残された旧川道を灌漑用水路として利用するため改修し作られたと言われており、これと同時期ではないかと考えられている。つまり利根川の古い流れがあって、それを変更した時に残された旧川道だから旧利根川ってことなんですかね。あとそこまでわかんないけど、それがだから慶応年間とか江戸時代ってことですね。雨が来るって書いて、チョン、時を超え、灌漑用水のみならず、生活、防火等の地域用、用水の供給、また洪水調整と地域に密着した重要な役割を果たしてきた。旧跡は、昭和5年に改修され、今日に至っていたが、64年の歳月を経て老朽化が著しく、さらに旧体依然の構造により近年の営農形態の変化、また、市街地の急激な変化に伴い頻繁に発生する豪雨時の洪水、これらに即応した水調整が困難となったため、利水・治水両面からの改修を計画。平成8年群馬県へ灌漑排水事業として採択され、
翌9年より工事に着手、歴史を育んできた広瀬川の景観を保全しつつ、地域区内における用水の安定供給と洪水防止機能を併せ持った堰がここに完成したのである。この事業の竣工にあたり、国、県、前橋市、伊勢崎市、玉村町の多大なるご支援と、関係住民各位のご協力に感謝申し上げるとともに、用水のもたらす多面的な恩恵によって地域事業、地域農業、社会が、ますます発展することを願い、事業の完成を記念してこの日を建立する。平成12年3月吉日、広瀬桃の木から両用水土地改良区理事長北爪、桃の木川っていうのがありますね。広瀬川と桃の木川の分かれていくところなのか。でも橋木川だっけとかいう川でしたよね、もう一本のはね。ちょっとよく分かんないな、まあ、とにかく水が溢れたんだそうです、川が。よく最近豪雨がすごいですからね。それでこの辺綺麗なお家が建ってね、いいですよね。区画整理とかね、当たると税金でお家が建っちゃうっていう、ラッキー。じゃあ以上です。